です。うん、普段、Google マップめちゃくちゃ使うよね。まあ、それこそ、Google マップで大阪から東京ナビして、車で行くねんけど、でもうちの兄、ヤフーナビやったな。裏切り者！自分は圧倒的に Google 派で、何がいいかって、そのストリートビューって言って、Google ストリートビューはその名の通り、あの場所の周辺を実際に歩いているかのようにインターネット上で体験できるサービスのことです。行ってもないのにその場所に行った感覚になる。360度カメラをこう上に積んだ車がね、まあ日本全国、いや世界走り回って、そこで撮影した風景がもういつでも Google マップのストリートビューで見ることができるんですよ。まあ、そんなに日本、いや、世界にあるストリートビュー、やっぱりちょっとしたこう怖い画像とか、心霊画像、なんか都市伝説的な、なんかそういうものも混じってるんですよ。ありもしない場所になんでこんなところに人がおるとか、右手だけ映ってるとか、事故の瞬間とか、なんか様々な、ね、ものがね、映ってるそちらのストリートビュー、本日やっていきたいのが、Google マップのストリートビューに映った怖い画像を見ていきたいと思います。第3回ぐらいなんですよね。以前にもやってまして、その時やったのマジエグだってめちゃくちゃ怖かったの。日常に潜む恐怖って恐ろしいよね。普段から使ってるものやからこそ、そこになんか怖さがあるってすごいなんかゾッとせえへん。本日そちらの Google ストリートビュー、怖い画像を早速見ていきましょう。竹木翔！お分かりいただけただろうか。これミッキーもさ、このパソコンもずっと持ってきてるんだな。画像見る系の動画の時はパソコンの前にやってくるっていうのが今までね、そういうやり方やったんで、引っ越してちょっとそれやりたいなと思って、まあパソコンの前来たけど今からねスマホで見に行くよな。うちのユキがめちゃくちゃミッキーのこと嫌いなんよ。ほら、君は知りすぎたようだね。それでは一つ目から見ていきましょう。赤坂駅の奇妙な生物みたいですね。東京メトロ千代田線の赤坂駅の上空にビルとビルの間の空中に奇妙な生物が浮遊している。さあどれでしょう。人多いな、やっぱ東京やから。上空の方、上空の方ってどれや。お、見た！え？何これ？なんか前も見たことあるぞ、これ。怖くね？え？これ明らかに浮いてるやん。正解は？こうやった後の越後製菓みたいになってるけど。じゃあ続きまして、スーパーの駐車場に佇む女性。福島市のスーパー、山屋福島西店の駐車場で、髪の長い女性がポツンと佇んでいますよって。それでは、実際見ていきましょう。ポチッと。一発目で出てきた。怖い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 。え、なになに、駐車場ってどこ見てんのこれ。こんな待ち方、誰か待ってんのかな。え、じゃちょっと動いてみるな。横に行く。え怖っ。なんで。え、ちょっともう一個右行ってみるよ。怖い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 。何してんの。え、これはマジで不気味やな。これマジで不気味やな、ずっとおるな。それでは続いて見ていきましょう。しかないように見えるっていう感じかな。カメラのせいでダブって見えているだけなのか。点々点。続いて、せーの。飛行機墜落事故の現場、アメラダカリフォルニア州。え、あ、違うわ、よかった。墜落している飛行機は本物ではなく、アメリカのテレビドラマトラウマで使用した巨大セットだそうです。同じ場所を Google マップで見れますが、現在はこの飛行機は撤去されています。あ、まあ撮影で使ったみたいなんですね。なるほど、その瞬間にストリートビューが、まあ、収めたみたいな感じなんですね。何これ、何これ。ゴミ箱いっぱいに出された不気味なマネキンの量で、なんかリアルなマネキンやな。なんか自分がイメージするようなマネキンってさ、どっちかって婦人服売り場とかにあるような感じのやつよりはなんかすごいね、躍動感があるというか。え、なんどういうこと。
ああ、あったあったあった。え、これやんな。浮いてるやん、足が一本。どういう状況？え、なんでこんな映ってんのとか。綺麗な足や。何これ、怖い。モザイクかかってるやん。モザイクかかってるぞ。拡大してるとまるで人の頭のような形。確かに。だからモザイクかけてるのってさ、基本的になんかその個人情報とか、まあ、人の顔じゃないですか。え、それにこれモザイクかけてるって、ほんま人の顔、頭ん。おお、懐かしい。これあの人形村って言って、すごい不気味な感じの人形がいっぱい Google マップ上で映ってるっていうの前も見たんですよ。僕それで実際に現場まで行ったことあるよね。このかかしの里は徳島県にあって、この集落に住んでいるのは約40人で、かかしの数は人間よりも多い100体に上ると。まあなので人形村みたいな感じで言われてるんですよね。おお、すげえ、おる、ビビった。じゃあ、ついていきましょう。え、なにこれ、腕組んでこっち見てるやん。え、なんか不気味。もう大嫌いやん。 Google になんかされたのか、お前。ストリートビューにこの車に向かってこれしてるよ。大嫌いやん。じゃあ、ラスト見ていきましょう。プチッと。おお、これは普通の民家の庭がめちゃめちゃ不気味みたいな。だからなんか前、一回見たことあるんですよ。日本一不気味な民家の庭って言われてるんですよね。これ本当に普通の人が住んでるみたいな感じで、なんかジョーカーみたいやね、これ。実はこれ大阪なんですよ、場所が。まあ、なので、本日、ちょっと実際に最後、ここに行って、この動画締めたいと思います。現場に行ってね、まあ、実際そのカメラに収めるのが一番こう皆さんも分かりやすいかなと思うんで、まあ、最後にこの不気味なね、ストリートビューで映っていたこの庭見に行きたいと思います。ラクラク。はい、というわけでそちらの日本一怖い庭のある近くまでやってきました。もう目の前と思うんで、ちょっともう歩いていきましょうか。果たして生で見るとどんな感じなのか。いや、なんでこんな辺すげえホテル街やねんな。あった、ここです。こちらが日本一怖いと言われている庭でございます。こんな辺もう繁華街やのにさ、急にポツンと現れねんな。で、これがその例のジョーカーの人形です。なんか日によって配置とか数とかも変わるみたいなのね。で、名前が久しぶり柴田。なんでもね、こちらもともと2006年ぐらいまではなんか同窓会館久しぶりというパーティースペースやったみたいな。でもなんかそれが廃業してしまって、今はもうこういう形で、まあ、ちょっと気味の悪い庭っていう感じで残されてるみたいなんですよ。まあ、なので今回がね、こちら最後に紹介した Google マップの怖い画像の正体でした。まあ、実際にこうやってね、家の近くやったからすぐ来れて、まあ、この感じで直接紹介することができました。まあでも何が一番怖かったってさ、俺前の家住んでる時に竹焼きの家って Google マップで検索したら俺んちの住所出てきてたからね。それが一番怖い。